今、秋葉原駅前でなりきりワールドやってますけど、もう気軽にベルトだけ見たいって方は、隣の魂ストアで、ファイズドライバーネクストのベルトも明るい店内でしっかりと確認することができますので、そちらの展示を、はい、見ると、真骨頂もね、こちらも早速展示されておりました。予想以上に、立体映えするなーって感じの、フィギュア映えするなーっていうプロポーションになってて、これは、早く普通のファイズの真骨頂と、横に並べて遊びたいなって感じだった。ただモニターとかは動いてない感じでしたね、本側の。でもサイドベルトの造形とかは逆に魂ストアの方が明るくて見やすかったかなっていう。でこれを見に来たんすよ。アークワン発表されましたが、僕が今一番欲しいアーツ、実はナンバーワンだったというアークワンが去年の魂ネーションで参考出品が発表され、その後に、いつ正式発表来るんだろうと思いきや、つい最近、なりきりワールドに合わせて正式発表来ましたね。あとは横浜で展示されてた真骨頂ホースオルフェノク。あっちだと若干撮影しづらかったので、これも明るいところで見るとこんな感じだったりとか、ギーツのブーストマーク2、さらにジーンですね。あとは新仮面ライダーの総変異バッタオーグと一緒にビークルも展示されており、僕これ買ったんですよね。そして、これは超合金魂のキングジョーの再販だよね。で、最近発表されたロボ玉のガラバね、最終決戦のビルバイン夜間迷彩仕様と一緒に展示されておりました。ハイパー化してないバランスになっていて、ショーとバーンのラストバトルを再現できると。なんか腕とか足とか引っこ抜きたいね。で第2号プラス1号のアーツメットオフもできますよと。ビークルはねバイク特にかっこいいっすよね。で、改めて、ジーン、何度見ても、すごい造形だし、スーツ再現度ほんとやばいよな。これも、ギーツと、並べたいですね。同じポーズ撮らせて。さらに、ラクレスのオークワガタ王者。これも、まあ、色替えで出せるから、発売するんでしょう。あとは、発売と同時に、高くねって言われながらもう速攻で、本当に1時間在庫なかったよね。なくなったメタルビルドケンプファー。メタルビルドってさ、割とプロポーション自体を大きくアレンジすることが多いんだけど、今回は結構元々のザ・ケンプファーって感じを、もうそのまんまゴリゴリディテール増やして、新武装増やして、メタルビルドっぽくしましたみたいな、そんな感じのビジュアルですよね。今、2時とか3時だったらまだ買えるんだっけ？あれもそっちも完売だったっけ？とりあえず、メタルビルドも2万円とかで買えた時代が懐かしいっすね。今もう4万円ぐらいがスタンダードになってきてて、メタルビルド結構買ってた僕ももう最近はなかなか手が出ないかな。とりあえず今は、ソレッサルビーイング系は今後出るなら集めていきたいと思います。デュナメスもね、出たしね。なのでなりきりワールド行ったら魂ストアも寄りましょう。はい、全国のコンビニマルチコピー機で買えるイープリー×レオンチャンネルのコラボブロマイド、たくさんのプリントありがとうございます。人気は闇落ちとか、あとユナイテンスフォーム結構人気みたいです。っごい嬉しい。これはファミマとか、ローソンとかセブンとかで気軽にプリントすることができますので、で前も言ったけどすごい綺麗なね、高精細な、複製の直筆、複製直筆メッセージ&サイン入りっていうね、とてつもないいい商品となっておりますので、ぜひプリントをよろしくお願いします。購入方法はコメント欄に貼っておきます。